はい、皆さんこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと花澤祐介です。北海道は札幌に来ております。野田さんどうですか、札幌は。あんま寒くなくて、今日ちょっと寒いけどね。あ、そうですね、まうん、はい、美味しいものいっぱいいただいております。私たち昨日から来ておりました。たくさん食べました。ベロベロに酔っ払いました。なんとかお酒が今抜けたっていう感じです。たくさん飲みました。たくさん食べました。お刺身に鮭の白子に、はい、お昼間は定番のラーメンを食べ、はい、美味しいですね。なんでおこちは、はい、そんな私たちが、カロリーを消費すべく、そうです、運動しとかね。こちら鈴木戸の、ノルメザという観覧車のビルの地下にある、ストリートピアノで演奏したいと思います。はい、じゃあ今日は野田さんのアレンジのジブリメドレーをお受けします。
ありがとうございます。